ロマサガ2でいこうか。いやー、ロマサガ2もなかなか思い出深い作品ですよ、僕の中では。わ、いたな。これ、ボス戦は音楽違うんじゃない？ガーランド来た。王女の命と引き換えにアリアハンは俺のものとなる。む。俺俺。なんでお前、なんだ君たちは一体。なんだ君はってか。さては国王の手先か小賢しい奴らめ。このガーランドが蹴散らしてくれよ。そうそう、黒のトリガーとかあるんですよ。ガーランド。この音楽はちょっとよくわからん音楽だけど。まあ普通に殴りゃいいんじゃないですか、これ。普通に殴るだけっすよね。うわ、結構強えな。結構強いっすよ、こいつ。どうだ？うわ、強えな。でも、まだ大丈夫かな？どうかな？なんか、盗賊、なんかできねえのかな？オッケー。そうそう、ロマーサガまであるんすよ。あなた方が助けてくれたのですね。来た。私はアリアハンの王女、セーラと言います。本当はコーネリアなんだけどね。コーネリア。助けていただいてありがとうございました。どうか一緒に城に来てください。あの、後ろで光ってるやつ何なのあれ。セーラを助け出してくれるとはさすがオルテガの子、見事じゃ。お主を光の勇者と見込んで頼む。お主の父が昔パラメキア帝国と戦っていたことは知っていよう。実はパラメキアの皇帝が闇の世界の大魔王と契約を結んだという情報を得たのだ。現在アルテアの町の反乱軍が帝国と戦いを繰り広げておるが、皇帝が闇の世界より呼び出した魔物の数の前に苦戦を強いられておる。このままではやがて世界は帝国の手に。それだけは何としても食い止めねばならぬ。はい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 。なるほどね。お主には大陸に渡り、4つのクリスタルを集めてもらいたい。大魔王の力を得た皇帝に対抗するにはクリスタルの大きな力が必要なのだ。北の大陸に、はい、橋を架けようだ。わしにできることはそれだけだ。はい。資金的な援助とかお願いしたいんですけどね。これアリアハンの王女に代々伝わるリュートです。はい。ガーランドが私と一緒に城から持ち去ったのです。きっと何かの役に立つでしょう。持って行ってください。OK。いいよ。FF1 ですよ。これは完全に。よっしゃ。俺手が泣き、今お前たちだけがこの世界の希望だ。はい。クリスタルを集めろとな。まずは北の大陸にあると言われる土と火のクリスタルを集めると良いじゃろう。はい。そのリュートには邪悪な力を打ち破る効果があるそうです。ちょっと意味わからんな。装備、アクセサリーとかなんかな。違うな。誰か装備できるんですか、これ。そういうわけでもない。それともなんか、今後、必要になってくるアイテムなんですかね。恐ろしい魔物がいると言われている。うわ、もうビビらせにかかってます、これ。あなた方ならきっと大丈夫だろう。くっそ、簡単に言ってくれやがって。大変なんだぞ、本当にモンスター一匹倒すの。よし。よし、とりあえずキアリー買っとこうか。キアリー買っとけば、まあ、なんとか、なるでしょう。デインとかも欲しいよね、これね。キアリーはペラボーさんにも出せときゃいいかな。デイン持ちたいな。デインちょっと使いたいですね、これね。デイン。あれ？あ、じゃあ、こっちも、あれ？覚えたんだっけ、もう。あ、もう覚えたのか。もしかして。そうだったっけ？あ、覚えてたんだね。ちょっと忘れてたわ。忘れてた。じゃあ、売るわ。多分これ、竜騎士とかいたらね、使えるんだろうけど。忘れてました。じゃあ、武器、どうしようか。武器、次の村行って買った方がいいんすかね。
どうしましょうか。こうするか。あれ、これ装備して、あれ装備してなかったっけ。旅人の服だな。革の帽子、盾、武器はちょっとない。旅人の服で、旅人の服、OK。あれ ?1 個は待ってるね。あれ ?1 個は待ってる。ここかな?あ?違うな。あ、そっか。こっから外したのか。なんだ、じゃあ買う必要なかったな。布の服3つって、ゴブリンの、青魔導士使わねえから、これ。どうなんすかね。いや、一応残しとくか。今後、青魔導士使うかもしれない。ちょっとわかんないから。よっしゃ、じゃあ行こうか。さあ、新たな知恵。旅立ちましょう。ここからが本当の旅立ち。行くぜ。よし。さあ、橋は治ってる。早い。工事が早い。あ、来たね。うわぁ、FF1 そのまんまだ、これ。これエンディングではないですよ。エンディングではないからね、これ。はい。探求の旅は始まった。はい。いや、いいっすね、これね。オッケー。こっからがスタートですから。長かったな、本当に。ここにたどり着くまでが長かったな。1時間15分ぐらいかかってますね。さあ、ちょっとこれでまたテンション上がりますよ。さあ、旅立つのだ、この世界を追う暗黒を振り払い。ちょっとね、その役目あんまり受けたまり、回りたくないけどもね。平和の光を再びこの地に。はい。頑張りましょう。頑張りますよ。よーし。まずはどう進んでいけばいいんですかね。お、恋ミスライム。AI でいいんじゃない?こいつも仲間になったりすんのかな?あ、ちょっと恋ミスライム強い。強い。あ、そうでもねえか。デイン。いいね。いいじゃない。いいじゃないの。ちょっとどう進んでいいかわからん。ちょ、山、砂漠?どう進んでいいんですか?ちょっと、街ブラ動画ですよ、これ。よし。あ、FF1 知らない。なるほど。よいしょ。FF1 もね、なかなか楽しいですよ。僕はリメイクでやったんで、あ、暗闇になってる。僕はリメイクでやったんですけど、ファミコン版もやっぱいいっすよね、なかなかね。本当の原作っていうか。あれ、なんか覚えた?あ、覚えてない?なんか出ましたよね。あれはなんだ?あれはなんだ?覚えた。敵全体に後ろを向かせる。これ、あいつの得意技だよね。名前出てこない。ナインのさ、ナインのジタン。ジタンじゃない。あれはなんだ?みたいな。ちょっと使ってみるか。あ、ちょっと待って。ちょっとね、バブリーがいるからね、こいつを。あれはなんだ?うい。思わず振り向いた。面白い。あー。スタン的な感じなんかな?あれはなんだ?あー。スタン的な感じだね。なるほど。これ面白いな、これ。あれはなんだ。聞かなかった。さすがに3度は同じ手は聞かないってか。これ面白いっすね。あれはなんだみたいな。
なるほど。まあでもボス戦には当然使えないわな。おおおおおおお、何かあるぜ。これは？よく気なすった、ここはメルモンドの町じゃ。東の砂漠にはピラミッドがあるぞい。はいはいはい、メルモンドね。近頃この辺りの大地が腐り始めました。東のピラミッドにある土のクリスタルに何か異変があったのではないでしょうか。調べに行きたいのですが、ピラミッドの入り口は鍵で閉ざされてしまっている。オッケー。そうそうそう、皇帝ですよね。僕もね、皇帝の時のあの気持ちがね、蘇ってくるような感じですよ。土のクリスタルの輝きが戻ればきっとまた大地に命が宿るでしょう。そう、くだらない、くだらないんだけどね、面白いんですよね。なんか建物がちょいちょいあるけども。よいしょよいしょ、ダメだ。重くてびくともしないや。この下り？おい。いやいや、すごい。その力がいつかきっと役に立ちましょう。ここなんかあったりしないのかな？落ちてないのか。地面が落ちてるかなと思ったんだけど。こっちは北東のシャンパーニの塔にはグツコウという名の塔図が住み着いています。グツコウってあれ、グツコウって FF3 だったかな、確か FF3 だった気がしたけど。ピラミッド本当には昔の王が残したお宝があると言われている。だがそこには罠も多いらしいからな。怖くてなかなか行く気にならんぜ。罠も多い。ほう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 。知ってる？東の森の井戸の中には大きなクラゲさんが住んでるんだよ。ちょ、情報量がちょっと多すぎるな。ちょ、武器見てみますね。武器。魔導士の杖を装備すれば、白魔導士や僧侶でもメラの魔法が使えるそうですよ。ほう。へぇ。面白い。MP 消費なしで使えんのかな？これ？これ買うか、じゃあ。わぁ、でもこれ鋼の剣とかもういきなり出てきてるよね。ちょっとこれ買います？え、これ、じゃあ MP 消費なしで撃てるってこと？ちょっとわかんない。装備よりも、どうなんだろう。アイテムとして使った方いいんすかね。魔法屋さん見てみようか。砂漠の魔物には水の魔法が効果的だ。ウォーターの魔法買っておいて損はない。水いる？水はいない。水早速出ました。この、ね、属性問題。属性がいないというこの、いやー、スカラ。いやー、いいな、欲しいな、これ、スカラ。ウォーター、バギー。ポイズン。言いたいことも言えない。くそー。金が全然足りん。これはまたインフレの波が押し寄せてきてますね、これね。北東にあるシャンパーニの塔は盗賊たちの住処になっている。何から住まい台とかしないと。ああ、なるほどね。ピアノは意味ない。盗賊の鍵取りに行きます。おそらくそこにいるんでしょう。あるんでしょう。シャンパーニの塔。この町メルモンドは、昔美しい町でした。はい。よし。多分ね、ウォーター使えるのは、あれ、魔法使いじゃないかな。この黒魔導士で使えないんだったら多分、あれですよ。魔法使いだと思います。水属性使えるのは。オッケー、わかった。ちょっとね、情報量が多すぎるからね。おや、あなたたちはアリアハンから。ということは、橋はもう治ったのですね。ところで、よろずやか。ちょっとまだ全然お金ないんすよ。チーム、はい、チームいただきました。宿屋は、いや、まあまあまあ、宿屋はまあ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 って感じっすね。
どうしよう。ちょっとまず、情報量が多すぎるんですよ。まずどこに行くかを決めようか。東の砂漠ね、ピラミッドがある。はい、まずピラミッドが第一候補。多分そこにクリスタルあるんじゃないかな。だよね、多分ね。今のこの感じから行くと。で、鍵がかかっている。その多分鍵が盗賊の鍵とかなんじゃないかな。黄金の爪とかあるんですかね。こっちじゃない？先に行くの。シャンパーニュと。はい。北東にシャンパーニュと。で、東の森の井戸の中には大きなクラゲが住んでいる。この3つだな。大きな情報は。そうっすね。多分ね、だからその属性に合わせて多分キャラクター入れ替えでいけってことだと思うんすよね。属性問題。まあいろいろあると思いますけど。お？これか？これにクラゲがいるってか？どこにいるんでしょうか？演歌するのかよ。おー、サソリ。これ硬い感じ？もしかして。あ、そうでもないですけどね。そうでもないけど、そうでもないけど強えな、これ。そうでもないけど強いな。これでどうだ？デイン。オッケー。はい、オッケー。あ、お金いっぱいもらった。クラゲさんがいるってか。あ、宝箱があるではないか。オーガ人面鳥。ちょっと敵強そうっすよ、これ。あれはなんだ、使うか、これ。あれはなんだ、ちょっと待て。オッケー。よしよし、まあ魔法で押せばなんとかなるって感じっすね。まあ、しかし MP なくなったらちょっとかなり苦しいよな、これ。オッケーオッケー。お金いっぱいもらえてる。ポーション。オッケー。いやー、もうね、あの武器のラインナップ見たらもう早速欲しいから。あ、レッドプリン。レッドプリンは弱点なんだったっけ、忘れたな。あ、そうそうそう。これ道具としてさ、あ、使えない。使えないってことは装備しなきゃダメってことか、やっぱり。ヒャドかな。いや、意外と炎系、レッドプリン炎系が弱点だったかな。どうだったっけ。ああ、違う。ヒャドだ。オッケー。ってことは装備して殴ればってことなのかな。ちょっとよくわからないけども。この辺も試していかないと。あ、お、ホイミン。ちょっと待って、ライアンいねえぞ。僕ホイミン、今はホイミスライムだけど人間になるのが夢なんだ。ね、人間の仲間になったら人間になれるのかな。僕を仲間にしてよ。よ、行こうぜ。オッケー。まあ連れてはいかないけどね。オッケーオッケー。これ多分回復しかできないんじゃない、ホイミン。他にも属性打てるかな。ルイダの酒場で待ってるね。オッケー。オッケーです。いや、ちょっと仲間いっぱいいすぎてさ、ちょっとどうすればいいかわからんすよね。あ、これか。あ、でも、MP 使うのか。なるほどね。ちなみにこれ一回使ってさ、なくなるってことないっすよね。大丈夫かな。1 まあ炎属性だからってことか。電気くかな。あ、なくならない。なるほどね。でもこれ面白いですね、このシステムは。じゃあ、あ、火炎放射器。火炎放射器なんて誰使うのよ、これ。青魔導士が習得できる。あー、なるほどね。いやー、こうなると青魔導士もちょっと捨てがたいなーっていう浮気心がこうちょっとこう芽生えてきますね。
はい、浮気心が。東出とは呼ばないでください。なるほどね。でもいろんなそういう、まあ戦略性は高いんじゃないですかこれ。なかなかねえ、こう自分の好きな構成でボスとかに挑める気がしますねこれね。はい、オッケー。どうでしょうか。こっち、おこれは、これクラゲさん、これがクラゲさんなのかな。オッケー。これこの杖をさ、ペラ坊さんにも出せりゃ撃てんのかな。どうなんすかね、どうなんすかねこれね。いや違う違う、ここ装備できなきゃ意味ねえんだもんな。そっか、他の魔導士ってことか。白魔導士とかそういうことだったよね。白魔導士とか、なんだろう、なんかこの杖装備できるキャラクターってことか。魔法使いピエールペラボーはもう終わってしまいました。もう終わってしまいましたね。魔法剣士ペラボーは終わってしまいました。チーム、え、クラゲさん、あ、クラゲさんってホイミスライムのことか。そういうことか。なれなかったっすね。そういうことか。OK。そうそうそう。クラゲさん、そう、ホイミスライムっすよね、多分ね。あー、ちょっと枯渇しちゃった。恐れていたことが。MP 枯渇になってしまった。くそー、殴れ殴れ。OK。ちゃっかりペラボーさんレベルアップ。いきまーす。よし、まあそこそこお金も貯まったと思います。多分。ちょっと買い物したいっすね。OK。この暗闇ってこれ、これってさ、これってバトル終わると回復するんだっけ。意外と当たらないんすねこれね。ペラボーさん、ペラボーさんどんまいですよ本当に。もうこれ魔法剣士にはなれなかったみたいな。あー、治ってるっぽいですね。お金272。 OKOKOK。うー、来た、バブリーだ、バブリー。オッケー。毒なんじゃねえぞ、毒なるんじゃねえぞ。オッケー、よし。いやー、魔法も買いたいし武器も買いたいし、お金なくな、すぐなくなるよこれってなると、ポーションとか回復アイテムも買う余裕ないしな。なかなか厳しいものがありますね、これね。聖なるナイフ。あー、槍、ムチ。ムチ買いたい、これ。全体攻撃になるんじゃないこれ。これ、ムチ買おうか。なんか、いけすかないやつにちょっとこれ武器買ってやるのもさ、ちょっと気に食わないんだけど、これで戦闘効率上がってくれりゃ、より目。より目、お前。お前は、茨の無知だ。次回あたり解雇になりそう。どうですかね。ペラ坊さんがどれぐらいね、何をどれくらいできるかって感じですよね。よし、これで戦闘効率上がってくれればいいですね。無知買ったことによって。ね、どうせスカラ欲しいよな。スカラ、アキラも欲しいな。全体小ダメージ、いやアキラ欲しいな。ポイズン、まあこの辺は後でもいいけど、ギラ行こうか。ギラ、これで全体攻撃
できるんじゃないですか。これで全体攻撃できるでしょう。OK。よし。よーし。背中叩からないよ。頑張ってくださいね。本当に。ちょっと試し打ち行こうか。より目の、なんだろう。ムチと、あとは、ギラ。この E って何なんですかね。レベル5の下にある、あれか、経験値か。そっか、ただ単純に考えて経験値か。次までいくつってことか。ただ単純に。OK、了解。さあ、ちょっと試し打ち行こう。あ、ちょっと待って、その前に MP ないんだわ。胸さんがね、MP ないのよ。まず、ムチどんな感じ？あれ？あれ？全体じゃない？グループ攻撃か、これ。あれ？全体じゃない？ムチは全体ではない？そうなの？え、そうなのか。グループ攻撃みたいな感じかな。どうなんすかね。ちょっと待ってくれよ。聞いてないようだよ、これ。本当にもういけすかないやつに武器買ってやったんだけどな。そっか、ブーメランが全体か。ムチは多分グループ攻撃かな、多分。これまたなかなか出てこないな。出てこないっすね。え、嘘、出てこないですよ全然。恐れをなしたか。敵は恐れをなしたか。来た。オッケー。誰も行かないからさ、お前行けよみたいな感じだったんですかね。敵同士で。ギラ、消費が3でメラと同じぐらい効くのかな。どうなんですかね。あー、いい。オッケー。全然はありだ、これ。これはちょっとまた、戦闘効率上がってくれるかなって感じっすね。はい、よし。じゃあシャンパーニの塔行ってみようか。とりあえず今はとりあえず行くだけって感じ。行くっていうか、まずはその場所に行くだけ。ちょっとお金稼ぎも含めながらで、戻ってきて、お、ブレイバーって何。ブレイバー、気合を込めた一撃、物理単体追加スタン。はい。これクラウドじゃない、ブレイバーって。どうなんですかね。一応さん4属性、胸アキラさん6属性、ペラボー1属性。そうそう、もうペラボーさんはね、もう剣の道を極めてもらうしかないですね。剣の道、あ、これかな。ちょっと行くだけ行ってみようか。作り一緒なんですかね。あれ、この音楽あれじゃない？ルドラの秘宝じゃないですか？多分。ルドラの秘宝っぽいっすね。この音楽は。多分ね。うぃー。オッケー。ここが組み高いシャンパーニの塔だぜ。上に登るんだったらうっかり足を滑らせて落ちたりしないようにな。シャンパーニの塔の作りがちょっともうどうだったか覚えてないんすけど。あ、400。ちょっと待って、一回戻りましょう。鋼の剣を買ってこよう。オニオンかわいいな。バーサク、ペラボーさん暴走です。暴走ペラボーになりました。バーサク状態。
土地狂っております。オッケー、よし、ちょっと鋼の剣を買いに行こう。いいっすね、いいっすね、楽しいな。レッドプリン、これはヒャド。ちょっとブレイバーちょっと使ってみる。でも多分物理あんま入らないと思うんですよね、こいつ。あ、間違えた、間違えた、間違えた。あ、倒した。オッケー。でも特にそう強いっていう感じでもないな。どっちかというとスタンがメインって感じなんですかね。飲みすぎには注意注意してくださいね。よいしょ、いいだ。ああ、まあでも若干倍率高いんですかね、普通の物理攻撃よりは。どうなんかな、どうなんですかね、ちょっと分かんないけど。いい、よし、 OKOK。 ちょっとずつだけどお金貯まってきましたよ。武器武器武器、ういじゃあ鋼2本、2本もう買えない。鱗の盾、これも欲しいよね。シルクの服、羽付き帽子、この辺のインフレがちょっと凄まじいな。これらを売ってどんぐらいって感じだけど、半額以下か。219、さあどうする、どうする、どうする。縦3つ買えない、縦3つは買えない。鎖片ビラ、いやーどうすっかな。帽子も4つ買えない。いや、このまま行ってみますか。このまま行ってみようか。ちょっとね、武器で、あれですから、押し切る形で行きたい。どっちかというとオフェンシブな性格ですからね、僕は。防具よりも武器を買いたい派。いや、防具の方が絶対効率いいっていうのは分かってるんですけどね。分かってるんですけど、